ヘルナンデス、ラッセルフルスター07。ご存知の通り、一昨年楽天イーグルス機構人マスコットミスターガラスは球団社長との契約更改に臨み、なんとプロレスが弱いことを指摘された。メキシコへとルチャの修行に行ったかと思えば再び古巣に乱入。昨年8月には大阪で大阪プロレスバトルロイヤル選手権第20代チャンピオンに輝いたミスターガラスだったが、9月に大阪プロレスが仙台に脱会に来た時、手羽元損傷で行方不明になり、そのままベルトは返上された。シーズンが終わると、なぜか勝手にポスティング移籍を宣言。みちのくプロレス、新日本プロレス入団テストに合格するが、大阪プロレスのオファーだけを無視し、そのままメジャーリーグスプリングキャンプへ。度重なるミスターガラスの気ままな行動に完全に打ち切れた大阪プロレス。ミスターカラスコに挑戦状を叩きつけるため、今年再び古巣に乗り込んだ。大阪プロレスバトルロイヤル選手権、なにわの逆襲、レッスル古巣ゼロな大阪プロレス後編。ラッテイングルスのスタジアム DJ 古田裕二です。どうも、昨日も来た方は、ね、ご存知でしょうけども、まずはあの道のプロレスが突然のミスターカラスとの、ポスティング移籍に腹を立てまして、闘魂を注入しようとレッスルフルスター道のプロレス戦が開催されましてね、ミスターカラスはもう簡単に人生社長に締め落とされる。そして新日本プロレスからやってきました山本小鉄さんにも試合後にボコボコにされてしまう始末だということですね。なかなか勝ちをつかめないミスターカラスコでしたけども、ね、どうも本人やっぱりやる気みたいで、昨日のなんとバトルロイヤルでは見事第23代チャンピオンに輝きまして、なんか勝ってしまいましてですね、ちょっと大阪プロレスもこのままで終われないと、ね、今日は一体どういうことになるんだろうかということでございまして、今日も、ね、行われますけど、見てください、あのように、通天閣ですね、通天閣タイガースカラー、そしてあそこある道頓堀です、あの真ん中花道の真ん中にあるのが、今日も水がたっぷり入っておりますので、あれ道頓堀、そしてかかっているのが恵比寿橋、ね、はい、そしてあの右手に行きますと、あのグリコの看板のような看板のような感じ、ね、そしてあの左側でズボラ屋でございますか。おい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 、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、おい、何ですか、誰もね、カラスコがチャンピオンなんか認めてへんぞ、おい。昨日ホールされて負けたじゃないですか。おい、チャンピオン俺や、チャンピオン俺や。負けてるでしょ。俺が国分町のチャンピオンや。いやいやいや、何やねん、おい、カラスコどこ行ってんの、カラスコ。まあまあまあ、これはこれは、大阪プロレスのあのお笑い集団の皆さん。お笑い集団ちゃうわ。プロアスリートや、俺らは。アスリート、そうですね。プロ野球選手と一緒や、おい。それちゃうぞ、どういうことや、それ。カラスコ出せ、おい。とりあえずカラスコ出せ。カラスコもしくはカルーセル巻き出せ、おい。カルーセル巻きいないですから。出せ、おい。カルーセル巻きや、カルーセル巻き出せ、おい。やってられるか、おい。カルーセル巻きいませんから。お、何や、何やこれ、何やこの音、何やこの音、ほら、もう完全に皆さん手落ち状態になってる。何だ俺ら、この音楽はまさか、うちの師匠や、社長や、うちの社長
古田さん。いやいや、古田ですから。昨日の試合長すぎますよ。5時間オーバーじゃないですか。会場ですからね。古田さんがおるからなるんですよ。古田ですからね。ほんまに昨日のね、試合も長かったけど、昨日のね、この宮城県の環境庁の話も長い。あれも長かった。いや、まあね、昨日来てくれた人分かると思いますけど、あれが長すぎたせいで、俺がすぐ負けてもうたんや。それは前でしょ。それは関係ないです。皆さん、改めて紹介しますけど、大阪プロレス株式会社社長、スペルデルフィンさんです。言っとかないと、仙台で分かんない人もいるでしょうか。分かるの、正直ください。スペルデルフィンさんです。いや、まあ、長かったですけども、はい、ね、まあ、カラスポもとにかく昨日出てまいりまして、やる気だけを示しました ね、 もうね、あいつがチャンピオンになったからね、おかしくなっていくんや。今日もまあね、またやるけど、はいはいはい、ね、でもまたおらんいんねんやろ、カラスポ。いや、ちょっとよくわからないですけど、どこに